土木のラジオ。皆さん、土木好きですか？ピンとこないななんて思ってらっしゃいません？でもね、土木は思っているよりとても私たちの身近にあるものなのです。この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、さまざまなインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、関東学院大学、キャリアナビゲーション、清水建設、竹中土木、三井住友建設、リコート所の提供でお送りします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジナビゲーターは私、ジュミと元気丸でお送りします。決まった、決まりました、やってしまった。盛り上がってますね。ありがとうございます。本当に、ね、もう早速名乗り、もうね、名乗りがもう初めてうまく揃っていたんで、そうですよ、はい、何回目って、7回目ですね。これもうだからお聞きの方はね、もう成功例しか出てないからなんですけど、6回目まではここでテイク4ぐらいまでやってたんで、確かにね。いや、もうちょっと今年はね、2月から縁起がいいわみたいな感じでいきましょうかね。そうですね、はい、行きましょう。さあ、それでは早速今日のテーマをご紹介しましょう、はい、今回のテーマはもちろん元気丸の土木のラジオパート7です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ではここからは元気丸のお二人に進行をお願いしたいと思います。私はちょいちょい相槌、はい、お願いします。はい、それでは早速いきましょう。元気丸の土木のラジオ。拍手多い、はい、多いですね、はい、改めまして、お笑いコンビ元気丸、建設会社元社員2級土木施工管理技師の水戸と、同じく、建設会社元社員現建設コンサルタント従業員2級土木施工管理技師技術司法測量司法北岡がお送りします。皆さん、ご安全に、ご安全に、ご安全に、ありがとうございますね。もう7回目もね、出させていただきまして、本当ありがたいことですよ、はい、一応まあ今回この2月放送ということで、前回の放送は夏っていうわけでね、一応、北岡のね、技術試験を受けるよっていう段階で、放送が終わってるんですけども、まあそうですね、はい、で2月なんで、高等試験も終わったぐらいかな。まあそうですね、今年どうでした、手応えは。手応えは非常にありました、手応えだけで言うとね、手応えはあったんですよ、はいはい、私筆記で落ちました。高等行ってないの？行ってないんですか、今年も。高等試験 の模擬面接をする人をちょっと羨ましい目で見てました。なんだ羨ましい、はいはい、あ、彼は通ったんだなと。散々だってその松さんの時間とか使って、いや、そうですよ、散々稽古してもらって非常に、いい稽古をさせていただきました、させていただきました、全然本番に、所属している会社の、社員さんにも、はい、よく見てもらって、非常にいい稽古を積ませてもらいました。で非常にいい取り組みも行えたんですけども、はい、本番ね、はいはい、もう僕だってその書き終えた時に、もうほんまにもうこれ通ってもう現実に自分が技術士になれると思って俺むしゃぶりしたからね、俺ペン持って、もう、はい、終了ですって言われた時に俺もう手震えてたもんね、もう本当に、あ、かけたって間に合ってない感じなんで、いやいや、もうかけて本当になれるかもしれないと、これはもうむしゃぶるしたもん。史上初の技術師漫才師の誕生だと、生するぞと、もうこれがもう第一歩やぞと思って、もう震えてたんやから俺、はいはい、で結果未だ技術師法、そうですね、で、ね、筆記試験の、合格発表の日、朝ね7時ぐらいに俺見たのよ、サイト、はい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 、はい、俺ほんまにね、膝から崩れ落ちて10分立ち上がれんかった。俺10分立ち上がれんかったからね、俺本当に10分、本当に膝からいった、膝からもう膝もううなだれてた、もうずっとテーブルがなかったら俺もう多分地面までめり込んでたね、あれは本当にショックで。あ、そんな、じゃもうそんな手応えバッチリやったんだよ。もうバッチリでしたよ、本当に。今年どんな問題出た？いや、今年は なんだろうな、災害、はいはいはい、でも災害でも特に地震のなんか対策というか、でしかも音が少ない中でどのように地震対策やっていくかとかね、そういうのがあったりでした。で一文字も書けず、いやいやいや、びっちり、俺ほんまね、もう
残りのマスゼロのぐらいまでみっちり書いたから。そう。いや、そうそう、それとかいろいろあって、もう本当手応えあったんだけど、ちょっと残念な結果でしたよ。これ。ああ、なるほどね。はい、ああ、まあ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 ね、次回もね、あの、懲りずに受けるとは思うんですけどね、まあ、頑張っていただきましてね。まあまあまあ、ね、次回いつでしたっけ、次回の試験は。まあ、あのだから2024年今年の、まあ、7月ぐらいだろうという予想ですよ。夏、はい、夏そう2024年夏、はい、ねえ、ね、またこの夏も熱い戦いが始まります。負けられない戦いが始まりますよ。負けられない戦いが3度目の正直か。正直です。2度あることは3度あるになるので。もう全然僕は後者だと思うな。いやいや、うるさいんだよ本当に。もうこの流れはもう二度とやらんから。あ、筆記で落ちました。今年で決めると。やめますから。次回で決めると。次回で決めますから。はいはい、頑張ってください。まあそういう報告があったところで、早速前半のコーナー行ってみましょう。はい、行ってみましょう。はい、では前半コーナー、クイズ、あなたは高専5年生より賢いの。いや、高専あ、小学1年生じゃなくてね。そう、あ、小学5年生。そうそうそう。いやね、本当やっぱりね、当時ね、我々は別としてね、はいはい、この高専5年生の子たちっていうのはまあ賢いですね。そうですよ。もう最近の子たちって我々が賢いですから。賢いでしょ、はい、でね、この大体この土木系の5年生だったら、うん、この2級土木施工管理技士の学科試験受けるじゃないですか。まあその就職組だったり就職先が施工会社だったのはまあ推奨されますね、うん、推奨されます、ね、受けた側が、はい、就職して楽だよっていうので、はい、でまあ我々も受けたじゃないですか。受けました、受けました、僕はちゃんと取りました。いや、私も取りましたよそれは。あ、そうなんですか。ちゃんと、はい、まあ、ちょっと2年遅れだったかもしれないですけど取ってるんですね。ちゃんと学生時代に取りましたんでね。もう我々冒頭でもね、この2級土木施工管理技師なんですって名乗ってるでしょ、うん、名乗ってます。だからね、そのね、実力がまだね、本当にあるかというのをね、この機会にもう一度ちょっと試してみましょうよ。土木施工管理技師の学科試験を解いてみると、そうそうそう、はい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 、初心に立ち返ってじゃないですけど ね、 ね、まあ、あなたがなんかそのね、人がね、試験をしたことをバカにしてくるから、ね、あなたの実力は本当にどうなのかというところを確かめるよ。本当に、いやいや、バカにしてるんじゃないですよ本当に。もうね、だから仮にもね、この、はい、まあ、互いにね、こう問題を出し合って、その答えがちゃんと合ってるかという確認作業ですけど、はい、もう仮にもう2問連続とかで間違えたら、うん、あなた自主返納してもらいました。自主返納、この免許に自主返納とかないから。自主返納です。もう運転免許とかないんだ。二度と名乗らないでください。もうここで決まんの、これは。俺まだ2級土木を名乗れるかどうか。もうそうです。あ、まあ、でも3がどうかな、覚えてるかな、ね、覚えてると思うけどね。いや、もう本当に、まあね、我々今手元に、令和5年度の、ね、土木施工管理技術検定の試験問題ありますんで、これ全然ネットでもダウンロードできるんで、もしよかったらね、リスナーの皆さんもこれ見ながら一緒に解いていただければなと思います。そうですね、はい、じゃあ、まあその交互に出すということで、私からじゃ あの出していいですか。まあ、それはじゃあ先行あなたで、はい、はい、じゃあ先行ね、じゃあ私からね、うん、第1問、はい、まあ、これは必須問題ですよ。必須問題、必須問題、ね、じゃあ、まあ、はいはいはい、初級的なところからじゃあ出していきます私。まあまあ、お願いします、はい、じゃあいきます、はい、ナンバー52問、建設工事における騒音や振動に関する次の記述のうち適当でないものはどれか。ないもの、ね、適当ではないものですね、はい、1、掘削積み込み作業にあたっては低騒音型建設機械の使用を原則とする、はいはい、2、アスファルトフィニッシャーでの舗装工事で特に静かな工事施工が要求される場合、バイブレータ式より短波式の採用が望ましい。3、はいはい、建設機械の土工板やバケットなどはできるだけ土のふるい落としの操作を避ける、はい、4、離体式の土工機械では走行速度が速くなると騒音振動も大きくなるので不必要な高速走行は避ける。さあ、どれが適当でないか。むずいないやいや、まあでも、まあなんとなくね、1、3が正しいのはなんかわかるんだよな。ほう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 。だからもう こういうまあ僕大体まあ、こういう4社択一5社択一の試験、そうじゃない、まあまあ、残り3分の1なんだけどな、そうですね、残り2分の1なんだけどな、はい、まあこのね、減らしていって正しいやつを選ぶ、ね、余計なことが書いてあるとか、そうでした。これは択一問題ですね。択一でしょ、適当でないものね、うん、そう、バイブレータ式、これなんかバイブレータ式より短波式の方がなんかこうテレコな気がするんだよな。うーん、2番。2番、どうなん、正解、よっしゃー、はい、よし、いや、よし、これはまさしくなんかテレコのような気がするな。これは正しいですね、はい、分かった、はい、よかった。テレコって伝わるのかな、はい、逆だったなっていう、はい、確かに、うんうん、確かにその読みは合ってました。おー、はい、なるほどなるほど、お、嬉しいねこれ当たると。いいじゃないですか。なんかね、一瞬ね、テレコのような気がするって言った時のね、北岡さんの顔が、はい、
もう答えを言ってる。いや、もしかしたら言ってたもん、はい、明らかに。ババ抜き弱い顔してますよね。まさに顔に出るパターン。ちょっとバレちゃいましたね。そう、なんかね、そこのところね、めっちゃ横から見てて、はい、あ、これだなって思った。そうですね。ちょっともう顔に出るタイプ。確信をついてきたなと思ったんで、ちょっと顔がちょっと、すみませんね。そうなったもんね。国家試験慣れてるもんで。そう。だちょっと顔をこう隠して、読んだ方がいい。そんな方法ある？顔隠して問題出すって。あ、じゃあもう私の番ですか。そうですね。じゃあちょっと私は前半の問題の方でね、はい、まあここはもう分かるでしょうっていうところからいこうかな。これも初級編、はい、どうせ初級ぐらいの知識でしょ。まあ全然来てください。いきますよ。問い7、はい、フレッシュコンクリートに関する次の記述のうち適当でないものはどれか。1、コンシステンシーとは変形または流動に対する抵抗性である。2、レイタンスとはコンクリート表面に水とともに浮かび上がって沈殿する物質である。3、材料分離抵抗性とはコンクリート中の材料が分離することに対する抵抗性である。4、ブリーディングとは運搬から仕上げまでの一連の作業のしやすさである。これ分かるでしょ。これいけんじゃないですか。だってこれじゃあ、はい、お願いします。4番。お、なぜ。ブリージングってそういうことじゃないですよね。なんかめちゃくちゃそういうことってどういうこと。聞かれてもな。いやでもあの答えが合ってるかどうかでしょ。正解。あ、よかった。俺多分これ4番ワーカビリティじゃない。あ、ですよね。でブリージングってあの浮いてきて、それを浮いてくるやつですよね。血がにじむような感じで習ったよね。なんかその汚いやつですよね。コンクリート工学で汚いやつの話ですよね。汚くはないけど。いやあれ打ち継ぎ目の弱くなる原因でしょ。そうちょっと浮いてくるやつ。合ってますよね。ブリージングって多分合ってる。違ってたらガンガンお便りください。はい、なんか上のやつちょっと避けた方がいいやつでしょ。まず削った方がいい。削った方がいい。なんかちょっとジャッと出てきて汚れたやつでしょ。ああ、じゃあお互いじゃあまず正解よかった。でもちょっと問題見た瞬間にやばいと思いましたよ。じゃあ私また、うん、でちょっととびっきりのやつじゃあいきますかね。とびっきりのやつお願いします、はい、じゃあナンバー50、はい、工事の品質管理活動における品質管理の PDCA、うん、プラン・ドゥ・チェック・アクションに関する次の記述のうち適当でないものはどれか。1、第1段階計画プランでは品質特性の選定と品質規格を決定する、はい、2、第2段階実施 do では作業日報に基づき作業を実施する、はい、3、第3段階検討チェックでは統計的指標により解析検討を行う、はい、4、第4段階処理アクションでは異常原因を追及し除去する処置を取る。はい、はい、もうすぐだから2番。正解。作業日報が無駄な記述だよな。いや、そうですね。作業日報っていうのは終わった後に書くものですから。作業計画ですからね。はい、そういうことですね。作業計画に基づいて作業するということ。というわけで、まあちょっとあれですか、はい、これで今回の私の、いや、なんかすごい二人ともできるなって。いや、ちょっとびっくりしました。できるなって思いました。はい、なんか今までの6回は何だったか分かんないんだけど。毎回やりましょう。毎回楽しいから。そう。だから7回目にして、はい、あ、なんかすごい土木やってる感あったもん。この前段階のね、前半で。はい、そうです。いや、ここから本当に。あの漫才に至るところへの前奏がすごいいい感じ。よかった。よかった。いや、本当にこれは自閉のなしで、二人とも自閉のなしで、本当に。いや、この後のちょっとね、漫才がすごい楽しみなんです。これだけ知識のある二人がね、あのちょっとボケかましながらの漫才はどんなんだっていうところがすごい。そうですね。すごい楽しみです。土木施工管理士漫才見てますわ。はい。さあ、それではちょっとここでブレイクといきましょうか。後半さらに。漫才で笑わせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。喉乾いたな。うん？冷蔵庫に水冷やしてあるよ。来週ね、福岡に出張。日帰りできるよね。あれ？揺れてる？え？地震だね。大丈夫かな？何気ない普通の暮らしを土木が支えています。未来に続く安全安心を、建設技術研究所。おい、次郎、お前将来何になるんだ？え、言いたくないし。なんで？恥ずかしいし。いいから言ってみろよ。土木エンジニア。
え、お前サッカー選手じゃなかったのか。この間連れてってもらったお父さんの現場がかっこよかったんだ。あなたの暮らしの身近にある土木について一緒に考えてみませんか。土木学会はみんなの暮らしを支える技術者の集まりです。土木のラジオ、ドボラジ。今日のゲストは元気丸さんをお迎えして、元気丸の土木のラジオパート7をお送りしています。それでは早速元気丸さんの漫才聞いていただきたいと思います。お願いします。どうも、元気丸と申します、はい、よろしくお願いします、はい、ご安全にご安全にご安全ウィースタン安全。え、そうですね。出ました。スタン安全でお届けしましたけども、ね。つかみよし。良かったですね。良、はい、かったですね。良、かったです。ありがとうございますよ。ありがとうございます。はい、まあ我々元気丸と申しましてですね、はい、こうやってお笑いやる前に同じ建設会社で一緒に土木工事っていうのをやっておりまして、まあ一応お笑い業界で一番土木愛の強い漫才コンビとして活動しております。そうですね。まあ本当に土木大好きですからね。大好きですから。僕土木大好きすぎてね、うん、自分のスマホには、はい、SIM カードじゃなくて、うん、ダムカード入れてますからね。何入れてんだよ。通信できないだろ、あと橋カードとマンホールカードも入れてるんですけどね。入れすぎだから、いろんなカードあるけど、携帯には SIM カード入れた方がいいよ。あ、そう、通信できなくなりますから。あ、まあ、そんだけね土木好きなのは分かるんだけど、うん、はい、なんかまあやっぱりこう土木のね業界の魅力だったりさ、うん、はい、人気を出すために、うん、なんかいい方法ないかなと思ってるんですね。いやね、俺はねこの土木の人気を上げるためにもね、はいはい、この土木のね取り入れたテーマパーク作った方がいいんじゃないかなと思ってね。土木を取り入れたテーマパーク、うん、そうそうそう。あ、そうですか。やっぱりねテーマパークって言ったら、うん、ディズニーランドでしょ。いや、それはそうよ、ディズニーランド。いやだからね、俺が今考えてるのはね、うん、港湾とか海洋土木を取り入れた、うん、土木にC を作ろうと思ってんだよね。ドボニー C 作ろうとしてんだ。もうドボニーだけでも謎なのに、ドボニー C 作ろうとしてんだね。そうそうそう。あ、そうか。ちょっとね、一緒に行ってくれる？案内してあげるから。あ、分かった。じゃあ案内してもらおうかな。なんだっけ。あ、ここか。ここがドボニー C か。レディース and ジェントルメン。来場者のテンションを上げるようなナレーションがあるんだ。Welcome to 京浜ドボニー C。広すぎるだろう。広い。普通東京とかじゃないんだ。もう京と浜にまたがってる。工業地帯じゃん。すごい、なんか煙ももくもくしてるし、ね、じゃあ工業地帯だよ。すごいな、工業地帯でやってるのか。もうちょっと入ってみよう。ああ、そっかそっか。うわ、見てるかい。何？あそこにすごいたくさんのカーズたちがいる。カーズたちが、あそこお出迎えしてくれてるのか。いや、カーズがさ、うん、隊列組んで、はいはい、すごい規則正しくびっちりと船に乗り込んでいくよ。びっちりと船に積み込まれてってんのかな。ああ、いや、でもかっこいいね。かっこいい。かわいいしな。あ、そっか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 。扉が閉まった。うん、あ、輸出された。寂しいだろお前。寂しい、輸出されてっちゃうとか。輸出されてた。ってか寂しいからさ。バイバイ。 GDP 上げてくれてありがとう。国内総生産だからだいぶ輸出が賄ってるかもしれないけど、いや、そんなありがとうとかじゃなくていいから。いや、しかしすごかったね。え、カーズたちのこのびっしり感。いやいやね、もうあれだけ大きな船が停泊できるってことは、うん、相当能力が高い港だよあれ。あ、ちょっと分かんないけど。そうなんだね。え、岩壁が深いんだろうね。ああ、なるほどね。もう岩壁が完璧。やかましいよ。何言ってんだよ。すごいこれは。なんかもうせっかくだから、ちょっとなんかアトラクションみたいな。ああ、アトラクション。うん、ああ、じゃあさ、ホラー系でもいい？ホラー系、あ、怖いの？あ、それは大丈夫よ。ああ、そう、うん、タワーオブテトラ行く？テトラ？タワーオブテラーじゃなくて、タワーオブテトラ？そうそうそう。なんなのそれ？いやね、いろんな大きさのテトラポッドをランダムに積み上げていって、それをふもとで見るってアトラクション。見るだけ？見るだけだとつまんないでしょ。いやいやね、もう小さいテトラポッドから大きいテトラポッドまで、もうね、標準的なテトラポッドでさえ20トンあるから、もうそれがね、もう崩れ落ちてくるときはもう怖くてたまんないよ。怖すぎるわ、そんなもん。20トンゴロ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 って。やめて、もうやめて！やめてなるね。なる、もうやめて叫んじゃう。なる、叫んじゃう。なんかもうちょっとじゃあのほほんと楽しめるようなもんないかな。のほほんとね、うん、あ、じゃあさ、モニタリングにも行く？ファインディングじゃなくて、うん、モニタリングにも。そうそうそう。これ何なの？ね、もう海岸沿いの構造物っていうのはこの潮風の影響受けやすいでしょ、うん、まあまあまあね、うん、だからね、それの見えづらいところをこうドローンと一緒にこう乗り物に乗ってこうね探査していくっていうアトラクション。ああ、そうなんだ、うん、それをだから可愛いお魚たちと一緒にこうバーって移動するよみたいな、そういうやつ。可愛いお魚だって、え、いや、ニモがいるんでしょ。ああ、ニモ、うん、いや、ニモっていうのは現場監督の国本さんね。ニックネームで名字の真ん中抜くなよ、うん、お前、うん、珍しいからそんなやつ、うん、国本のニモね。ファインディング国でやって、モニタリング国でやってくれ、うん、そんなんじゃ、大人気のアトラクションなんだけど。大人気だろ、うん、モニタリングしてるおじさん見るのが。そうそうそう。いや、なんかちょっともっと他のないかな。ポーポーポー、なんか聞こえた。お前倉庫話してたら、お前、蒸気船の音が聞こえてきたじゃん。蒸気船。おお、これね、ドボニーシー名物のジャンボリミッキーだよ。名物イベントがあるんだ。そうそうそう。気になる気になる。
見て見て見てって、うん、あんな大きなクレーンをつけたね蒸気船に乗ってミッキーが沖合に出てるよ。ミッキー白黒の映像で蒸気船運転してるイメージあるけど、そうそうそうそんな感じで出てきてるのかな。音楽に合わせてね、うん、川の底を掘っていくんだよな。川の底を掘るんだ。そうジャンボリミッキージャンボリミッキージャンボリジャンボリミッキージャンボリ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 。分かったぞ。ジャンボリ、これミッキーがジャンジャン掘ってるからジャンボリミッキーな。そういうことよ。しょうもねえわ。そういうこと、そういうこと。めちゃくちゃしょうもないだろ、そんな。いやーね、ミッキーがあんだけ深く浚渫してくれるから、うん、あの大きな船がつけるんだな。浚渫ね。海底とか掘ることね。あの岩壁はそのミッキーのおかげだったんだな。ミッキーのおかげで、あんだけ多くのカーズたちが輸出できるんだ。そう、日本輸出多いけど。車ね。いやいや、ドボニーシー興味持ったでしょ。あ、まあちょっと。そうだね。でもしかしたら今度からキャストで働きたいと思ったんじゃない？俺でもキャストできんの？できるできる。そうなの？そうそう、もうね、ドボニーシーとかドボニーランドで働きたいと思ったら、うん、マリコンとかゼネコンとか受けてみる。就職じゃねえかよ。就職じゃ、土木業界に、あそこできんのかな、ドボニーランド、ドボニーシーおよび土木業界では常にキャストを大募集しております。お前のセリフじゃないだろ、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやまさかね、あのね、本当に元気丸さんのね、はい、2人からドボニーシーという言葉が出てくるってことじゃ驚きそうですか。驚き、ありがとうございます。はい、なんか以前のドボラジではドボニーランドをやったと思うんですけど、そう、はい、いや奇跡的にも続編を望む声がありました。あったんです。ちょっとあれドボニーシーないんですかっていう。そうですね、あの多分前の時のオチがなんかドボニーシーじゃあ行こうかっていう話なんですけど、そういうことですね。なるほどね、アンサーソングみたいな感じで。そういうこと、はい、ね、でも、たちの自分たちのね、ね、はい、でもあのちょっと私も最近すごくあの胸惹かれる、心惹かれるですね、はい、テトラポートのが出てきてね、これはやっぱり土木の中でもかなり極めたところだと思いますけど、うん、そうですね、メジャーワードですよね、うん、そうですよね、分かる、うん、いやもうこれはもうぜひ多くの方にこうドボニーシーネタも、はい、広がっていただきたいと思っておりますよ。さあそんな中で、はい、今回ですね、元気丸の土木工法体験記、これぜひちょっとご紹介いただきたいと思います。ね、行きたいんですけれども、うん、まず、はい、あの2023年度ですか、うん、まあ、やっぱり土木コレクションを筆頭に、はい、まあ、日本各地でいろんな土木イベントをやっているわけで、いろんな各所の広報活動があって、はい、でまあ、我々をそれ、ね、ステージに呼んでくださるところもあったりですね、うん、まあ、ちょっと私土木コレクション今回行けなかったんですけども、はい、まあ、そこでいろいろ味わった今年度のいろんな土木工法の形をですね、はい、ちょっと思い出を語らせてもらえればなと思うんですけども、でも早速じゃあその土木コレクション、はい、今年いかがでした？はい、もう今年なんですけども、やっぱあのコロナが明けたからっていうのがあるのか分かんないですけど、うん、あのすごい人でしたよ。人がたくさんいました。しかも海外の人もいたし、もう本当ね、もうフラッと立ち寄ってる人たちもたくさんいました。へえ、はい、なんかヘイト意外そうにしてたら、お前ドボコレなんだと思ってた、ね、ドボコレなんだと思ってた。そうだ、それであるべきだな。多分ね、大人気イベントになってるんじゃないですか。やっぱあれは本当見た感じすごかったよ。なんかね、うん、もう大きいそのリニアモーターカーのパネルとかもあったんですけど、うん、今回もうそこの前でね、もうギャルがインスタ撮ってたもんね。ギャルがインスタ撮ってたんですよ。すごい、俺らより土木候補になってんだよ。なってると思うよ、あれ ね、あれ多分もうね、インフルエンサーがやってくれれば、確かにいいねの数全然違うと思 う、 そ う、 もう僕らついてもねえ何このまま丸ぐらいいいねはちょっとあ、なるほど、そういうすごかったよ。なんかね、もうね、こうやってポーズ撮ってた、ね、ラジオだからまだポーズ分かんないんだよ。ラジオだから分かんないかもしれないですけど、なんか決めてた本当にね、何誘導灯を持って、土木ヘルメットかぶって、うん、土木ジャンパー着て、すげえじゃん、こうやって本当にやっぱりさ、パネルの前で、うん、あの立つとやね、はい、ああいう風にこうなんかポージングしたくなるんだと思うんですよ。多分いい感じですよ。しかもそれ若者に人気の人にとって、もう来期土木工法大使その人になるんじゃない？いやいや、もうやばい、やばいよ、やばいよ、これは土木工法我々二代目に譲る可能性がいや、おいおい、いやでもね、プロジェクションマッピングみたいなのもあったのよ。はいはいはい、シールドマシーンの、うん、あれはね非常に分かりやすいなと思った。もうなんかね、進んでいく様とかをなんかプロジェクション、うんうん、本当にね当てて、うん、円柱型のところにね、うん、はいはいはい、本当に分かりやすい。これもうだから土木コレクションさんには、うん、まあ
来年も多分やると思うんで、その時にはぜひステージイベントにね、なんか呼んでいただければ思うんですけども、僕らもあの決めポーズで写真撮りますんで、ね、そのポーズも考えておいた方がいいです ですね。いくつかアップしといて、どれがいいですかみたいな、ご安全にポーズ、ご安全にポーズでね。じゃあそれが土木コレクションで、はい、でここからちょっとステージに呼んでもらったね、土木イベントなんですけど、はい、まずは東京の、あの羽村市、はい、かなり西の方ですよね。そうですね。で本当にあのもうネーミングも素晴らしいんですよ。あのドケンフェスっていう、はい、もうかっこいい、もういい名前、かっこいい、フェスに出れるって僕ら多分そこしかないと思うんですよ。まあ我々が呼ばれるフェスはフジロックとか出れないから、土ロックなら呼ばれるかもしれないけど、ドケンフェス、ドケンフェス、はい、よかったですね、うん、もうこれもどうでした、もうでも地域の方がもうちびっとからもう年、うんうんうん、老若男女、はい、老若男女、本当に盛り上がってる、ちびっこたくさんいました本当に、うん、あ、そうですか、よかったですよ。じゃあその羽村の方たちも事前の告知もすごいしてくださってたんですね、きっとね。あ、ですかね、なんか去年とかもやってたみたいです、はい、うん、あ、そうなんだ。でも本当にね盛り上がってたんですよ、うんうん、あの僕らのステージ以外は。おいおい言うんじゃないよお前これは本当に申し訳ない、本当に申し訳ないです。ドケンフェス側さんにはちょっとね、でも多分皆さんの目に焼き付いたでしょう、元気満々、まあもう大汗かいてやってましたから、ね、もうなんとかもう掘り起こすしかないぞとこれはこう、いやでもね本当ちびっ子たちがいたんですよ、でね、もうちびっ子たちたくさんいて、僕らの前のステージが、うん、バルーンアートだったんですよ。ああ、そう。バルーンはもうすっげえ盛り上がってて、めちゃめちゃ盛り上がったんですよ。でこんなちびっ子たちのキャーキャーの声が聞こえて、うん、俺たちもちびっ子の前でネタできるんだと思って、うん、バーンって出てったらちびっ子ゼロになったんですよ。もうちびっ子たちはあのバルーンもらってもうね、プレゼントまでもらえたから満足してもうね出ちゃったんですよね。パパママのとこ帰ってっちゃった。なるほどね。じゃあそこに元気丸の前に残っててくださった方たちっていうのはもう本当真剣な目で、真剣な目で、これぞ土木を聞くぞみたいな感じだったの？そうです。だからそうなんだ、すごい真剣な顔で聞いてくれました。そうですね、真剣、真剣に聞いてくれました。あれ真剣に見てくれてたんですね、あれは。そうだった、そういうことでしょ、はい、なんかね目線としてはね、そうでした、そうでした、誰だじゃなくて、うん、もう聞くぞ的な、うん、ってことですよね。やっぱり表情から読み取るべきだった。ああ、これは真剣に聞いてるんだ、真剣に聞いてるんだいやもうでも本当にね、いろいろなね、あのフェスもそうですし、人が集まる場所ね、あの逆に元気丸さんたちが出張って行ってくださるからこそ、案外みんながいろんなことを知ったりするわけでしょ。ありがたい、これはぜひね、これからもぜひ頑張っていただきたいと思うんですよ。いろいろ頑張っていきたいんですけれどもね。さあ、じゃあのちょっとやっぱりリスナーの皆さんにメッセージを元気丸からお願いしたいですね。はい、本当にね、もういろんなこと、あの土木っていうのも本当に広いものなんで、はい、土木のこういろんな側面をね、はい、まあ、今日もちょっと漫才考案だったり、うん、本当に人ジャンルといえ広いので、いろんな土木の側面をもっと広く知ってもらえるね、はい、土木候補大使頑張っていきます、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ本当に元気丸さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。やっぱり土木って面白いです ね。さあそれでは最後に全員の掛け声で締めたいと思います。いきますよ、土木ラジ終了よし、土木ラジ終了よし。今回のドボラジいかがでしたか。ますますパワーアップしてきた元気丸さん、これからどんな方向に向かうのか、そして北岡さん、今年は技術士試験に見事合格となるのか、いろんなクエスチョン渦巻く2024年ですけれども、元気丸の未来、リスナーのあなたと共に見守っていきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。さあそれでは次回をご紹介しましょう。次回は中澤裕太さんと鳥居雄然さんをお迎えして、未来の日本橋へようこそをテーマにお話を伺おうと思います。番組へのご意見ご感想は voice@fm840.jp までお寄せください。また番組ホームページや YouTube チャンネルに収録時の様子をアップしています。こちらもチェックしてみてくださいね。それでは来週も土木のラジオでお会いしましょう。